タッティングレースは、シャトルと呼ばれる、船型の小さな糸巻きに巻いた糸を使って、結び目を作っていくレースの技法。タッティング、タッチングレース、シャトルレースとも呼ばれる。マリアーマリアフォンザクセンスペイン王カルロス三世の王妃。ベッティン家の出身。装飾されたシャトルを手に持っている。 現代のタティングレース作品ビーズと組み合わせて作成されたネックレスとピアス現代のタティングレース作品ドイリークリスタルのオリービーズを用いてタティングの技法で作られた作品ネックレスタティングの結び目の技法は古代エジプトにまで遡ることができるが実用を目的としたものと考えられ装飾的なレース技法としての起源は明確には分かっていない一説には 16世紀のイタリアで基礎的な技法ができたとされる。初期の頃のタティングはリングとループを別に編んでいた。ネット用針の使用し編みながらリングをつなぎ模様を作る時期を経て金属製のフックを使用するようになった。それまでのレースのように大掛かりな器具を使わずに作成することができるため17、18世紀頃には馬車等での移動中に作られたりした。 イングランド女王メアリー2世は熱心なタティング愛好家でチャールズセドレー教から庶民の手芸ではないかと冷やかされた。1707年に書かれた英国の白いアルナッターの中にクイーンメアリーが糸を結ぶと記述され記録として残っている。また一度覚えてしまうと手元を見なくても作れることから18、19世紀にはろうそくの節約にもなると 貴族の間で大変もてはやされ、教養として習うものとなった。女性らしいエレガントな手芸と考えられていたため18世紀の女性たちは装飾のあるシャトルを持って肖像画を描いてもらうことを好んだ。1742年に描かれたドイツのプリンセスがシャトルを持っている肖像画や1759年に描かれた 英国の公爵夫人の肖像画などが残されている。1850年頃、英国のリーゴが、ピコットの部分で編みつなぐ方法を考案し、初めて針針リ,リを用いて繋ぐ方法を紹介する、指導書と図案集を出版し、国際的な展示会で4つの賞を取った。1864年に刊行されたリーゴの本で、チェーンが紹介された。ディルモントは、 数個のシャトルを組み合わせた多色使いのタティングとジョセフィンノットをニードルワーク百科で紹介した。1870年代に入るとミシズビートンチョニードルワークの前書きでミー夫人がシャトルに糸を巻く方法と玉巻き糸の方法を紹介しパターンブックも出版された。ルーマニアのマリー王女はタティングの図案と技術を多数考案した。彼女は 宝石を編み込んだ作品を男子修道院に寄付したが、自分の宝石が夫の愛人の手に落ちるのを防ぐためだったと言われている。この話は20世紀になり、フォースチョ、タティングのアートに掲載された。日本には明治初期に他の手芸と共に伝えられ、大正から昭和初期には穴糸でショールや袋物などが編まれていた。ありがとうございます。